皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。10月13日、軍の公式式典中に、現在兵役中の BTS の自民が29歳の誕生日を迎えました。彼の仲間たちは、厳粛な環境を感動的な祝賀に変え自民と彼の母親に敬意を表しました。兵士たちは自民の母親に頭を下げ、 軍の規律から温かい感情に包まれた瞬間を作り出しました。自民は規律とリーダーシップで知られており、仲間たちが彼の母親に敬意を表す姿に感動しました。このトリビュートは自民と彼の家族への感謝を示すだけでなく、仲間との強い絆を象徴していました。また、兵役中の家族の支援がいかに重要であるかも示されました。 彼の母親が涙ながらに自民を抱きしめたとき、この感動的な瞬間は最高潮に達しました。厳格な軍事規律の中で、この儀式は人間らしさを浮き彫りにしました。一部では軍の伝統に反するとの声もありましたが、多くの人々が自民の兵役中の献身を認める行為として支持しました。最も印象的な瞬間の一つは、 仲間の兵士が自民の苦労と忍耐を書いた歌を読み上げたことです。この歌は兵士たちの心に深く響き、自民のリーダーシップに対する尊敬をさらに強めました。自民の冷静なリーダーシップは、彼がアイドルでありながら軍でも模範的な存在であることを証明しています。兵士と後人としての二重の役割を果たす中で自民は前向きな態度と柔軟性で成功を収めています。 この誕生日のサプライズは彼の仲間との絆をさらに深めるだけでなく、困難な時期における感情的な支援の重要性を思い出させるものとなりました。この経験は自民にとって長く心に残ることでしょう。自民が軍務を続ける中で、この特別な瞬間は大切な思い出として彼の心に残るでしょう。仲間たちからのこの温かい支援は彼が芸能界に復帰する際にも影響を与えるかもしれません。 軍の規律の背後には深い人間性が存在することを示す瞬間でした。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。